さあ久々に来たじゃん回転寿司とか回らない寿司ばっか行っちゃってるみたいな。まあ確かにプライベートはなかなか来ないですよね。時間うまさありますよね。わかります。昔からのなんかワクワク感あるじゃん。子供の時連れてこられた時さ嬉しい感じの。また僕全員集合初めてなんですよ。岡島の前いなかったんで。そう確かに。でちょっとさっきチャンネルで向こうちゃんで話したら同い年っていう。あそうですよね。吉田君と僕とだからちょっと長くなりそうだなって痛み勝つんでちょっとねやばいなと思ってるんですけど結構慣れてくると面白いんで、はい、めちゃめちゃ逆に。あそうですね。コメント欄に来ましたよね。はい、めっちゃ面白い。ありがとうございます。得意の緊張してるんですよ。すぐ緊張してるんですよ。なるほど。いやじゃあそこはちょっとほぐしながら。岡君さ寿司食えんじゃん。そういえばそうだ寿司食えないんですか。そうなんですよ。海鮮系デザートとか卵とかそっちで攻めまくってもらってあと若干名人と似たタイプか。名人も結構海鮮が苦手で同じ年は食わないと。じゃあ合わせたいっすね。そこはそこはそこでバチバチ行かせたい。確かに。コーンばっか食べます。コーンじゃあ